こんにちは。見ての通り、フライパンアームを作りました。割とデカめです。黄色いやつは、どう見てもホットケーキですね。皆さん、ホットケーキをフライパンで作るとき、ひっくり返すの失敗しますよね。そこで今回は、フライパンを持ったアームに人工知能を搭載し、ホットケーキをひっくり返すことを学習してもらいましょう。イエーイ。イエーイ。学習方法は、毎度おなじみ、強化学習です。アームの関節部分3箇所の動かし方を学習していきます。関節の可動域はすべて、上下に45度、左右20度です。ホットケーキが回転し、裏返しに近づくほど、報酬が多くもらえます。うまく動作するかどうか確認するため、まずはこちらの、偽物のホットケーキで試します。そして、ホットケーキがひっくり返っても、地面に落ちたりしたら意味ないので、周りに透明の壁を作り、ホットケーキが壁に当たったらマイナスの報酬、つまり罰を与えます。これにより AI は、フライパンの上にホットケーキをひっくり返すことで多くの報酬がもらえますね。では行こう。学習の初期はこんな感じです。上のタイムレフトは残り時間という意味で、この時間内に AI は多くの報酬を得るように頑張る感じです。ホットケーキが透明の壁に当たったら、アームの位置とホットケーキの位置を、スタート地点に戻してあげます。時間がなくなるまでに一回ひっくり返して、ホットケーキがそのまま落ちないようにフライパンの上に保持し続ければ、たくさんの報酬がもらえます。5万回ほど学習した時の様子です。手前から2番目の子は、センスがいいですね。うますぎ。さて、プログラムの動作はいい感じだったので、今度は本物のホットケーキでやってみましょう。本物は本物なので、柔らかいです。さっきみたいにうまくいくのか、やってみましょう。学習初期は、同じように適当にいろいろ試して試行錯誤しています。ホットケーキがふにゃふにゃなので、さっきよりは難しそうですね。これが5万回学習後です。まだうまく、ひっくり返して維持することができないです。40万回ほど学習すると、獲得報酬が頭打ちしてきました。それがこちら。うますぎる、とても鮮やかだ。その後も無駄な動きをほとんどせずに、状態を維持しています。まるで、ホットケーキをいい感じに、焼いているかのようですね。うん、職人だ。間違いない、職人だ。職人だけど、フライパンからはみ出してスタートしたら、苦戦していました。かわいい。無事成功。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。ホットケーキ好きな人はグッドボタン。